プラットフォームコンコースアムステルダムベールマー、アレーナ駅はアムステルダム市南東区ベールマー地区にあるオランダ鉄道の駅。また隣接するアムステルダム市営交通会社のベールマーアレーナ駅を含めた駅のこと。アムステルダム中央駅、ザーンダム駅、アルクマール、アウトヘイスト方面アアムステルダム南駅、スキポール空港駅方面ユトレヒト中央駅、アイント方辺方面ハウダ。 ロッテルダム中央駅方面旧駅舎は土手の上に2面4線のプラットフォームがあり、西側の商業地域と東側の住宅地域は薄暗いトンネルを除いて土手によって断絶されていた。5面8線のプラットフォームを持つ新駅舎を設計するにあたって都市計画の面からも見直しが行われ、 プラットフォームと線路を浮かせることによって、東西を縦断する幅70メートル、奥行き100メートル、高さ最大30メートルの巨大なコンコースが出現した。エスカレーター及びエレベーターは完備。駅構内施設として、窓口、自動券売機、売店、コンビニ、ファストフード店がある。改築中の駅とアムステルダムアレーナこの駅は、サッカークラブであるアヤックスアムステルダムの ホームスタジアムであるヨハン・クライフ・ワレナの最寄り駅ともなっており、試合開催日には混雑する。アムステルダム中央駅とユトレヒト中央駅を結ぶ路線の駅として1971年5月24日に開業した。1976年に1回目の駅舎の改築と線路の高架化工事が完了し、2001年から2007年にかけて2回目の大規模な改築が、 イギリスのグリム賞アーキテクツとオランダの建築設計事務所の共同設計のもとに行われた。2006年には2007年度ダイヤ改正に合わせて駅名がアムステルダム・ブリマーからステーションアムステルダム・ブリマー、アレナに変更となった。新駅舎は2007年11月17日の式典において、マキシマ王女によって正式に開業された。ありがとうございます。